天沢。実は。いえ。実は。え？ええ。いや。あの、察するに。まさか。ええ。天沢。実は。え？なあ。なるほど。天沢。ええ。まあ。はあ。起きてがわ。いや。おいおい。え？まあ。マジかよ。
起きてがわ。最適解だ。八神さん。ああ。やってやるぜ。マジかよ。なかなかの腕だ。やられてない。問題ない。これだ。損害を報告しろ。よし。まずいな。行け！立て直すんだ。よし！損傷がひどい。認めざるを得ないね。いいね。ボミスだ。よし！問題ない。行け！よっしゃ！これだ。ボミスだ。いいね。やられたな。よし。認めざるを得ないね。よし。立て直すんだ。これだ。よし。マジかよ。よし。これだ。やられたな。これだ。マジかよ。これはどうだ。なかなかの腕だ。これだ。よし。いいね。これだ。よっしゃ。これだ。マジかよ。よし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 。問題ない。損害を報告しろ。これだ。よしだ。最高の気分だぜ。みんな。いや、クソ。
はあ？偉そうに。出たよ。はあ？なあ。はい。僕、頑張ります。少しいいか。お。はあ？ふざけんな！みんな、え？やった！ねえ。当たり前だろ。八神さん。なあ。その。あ。いただきます。お、うめえ。うん、悪くないじゃん。さくら君、どうした？僕、中学の時ずっと友達いなくてぼっちで、ご飯だっていつも一人で食べてたんです。マジで？はい、一人で食べるのが惨めで、便所飯をしようと思ったこともあるくらいです。食事中なんだけど。だから僕嬉しいんです。こうしてみんなと友達みたいにご飯が食べれて。友達みたいじゃないよ。友達だよ。車崎先輩。嬉しいです、僕。やれやれ。ほら、ハンカチ、ラーメンがしょっぱくなるよ。糸倉先輩。きたね。なあ、それ持って帰っていいから。ありがとうございます。椅子を大切にします。みんな、また来ような。